高向子の岩を12月11日隊は、日本の銀行家。日本銀行情報サービス局長を経て、北洋銀行東取や同行会長、札幌北洋ホールディングス社長、同社会長、第二地方銀行協会会長、札幌商工会議所会頭、日本商工会議所副会頭等,等を歴任した、東京府生まれ、1962年東京外国語、 大学外国語学部中国学科卒業、日本銀行入校。1967年コロンビア、大学大学院経済学科修士課程修了。国際通貨基金出向、日本銀行香港事務所長等を経て、1987年、日本銀行札幌市店長。1989年、インベスターズサービス常務取締役。 1991年日本銀行情報サービス局長。1993年から北洋銀行代表取締役副頭取を務め、1997年には破綻した北海道拓殖銀行の引き受けを行った。1999年北海道経済同友会代表幹事。2000年北洋銀行代表取締役頭取。 2001年札幌北洋ホールディングス代表取締役社長2004年札幌商工会議所会頭北海道商工会議所連合会会頭日本商工会議所副会頭第二地方銀行協会会長2006年札幌北洋ホールディングス代表取締役会長北洋銀行代表取締役会長2011年札幌北洋ホールディングス 取締役会長、北洋銀行取締役会長、2012年北洋銀行相談役、2016年札幌商工会議所名誉会頭、JR 北海道再生会議員、2017年の北海道宅職銀行破綻20周年を節目に北洋銀行相談役を退任。ありがとうございます。